はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、最近の YouTube 業界にはですね、いわゆる不謹慎系 YouTuber とされる人たちが爆増していってます。今回の動画はですね、不謹慎系 YouTuber とは一体何なのか、そしてですね、彼らが爆増している背景にはある黒幕が存在する。そしてですね、今後不謹慎系 YouTuber、そして及びその黒幕はどうなっていくのか、この辺に関してですね、まあ僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。まずですね、皆さん、最近ですね、不謹慎系 YouTuber という言葉がですね、いわゆるその YouTube 業界ではですね、結構もう一般化してきてるんですね。はい。でですね、その不謹慎系 YouTuber というのはどんな人たちかっていうと、まあね、大きく分けて2つあるわけですよ。2つ。うん。1つは何かっていうとですね、有名な人たちのですね、親族だったりとか、もしくはその有名な人になりすますっていうパターンですね。はい。これパターン1です。で、パターン2は何かっていうと、何かしらのですね、大きな事件が起きた時に、その犯人とですね、逆張りで肯定するっていうですね、まあこの2つですね、大きく分けると。はい。1つずつ話していきます。まずこちらのですね、有名人もしくはその親族を語るっていうので言うと、まあ、例えばですけども、まあね、有名な人がお亡くなりになった時に、私はその人の弟ですとかね、その人の恋人ですとか妹ですみたいな、そんな動画をですね、投稿するわけですね。はい。動画の長さとしてはもう1分2分くらいの、もう何の中身もありません。ね、別にその人とですね、本当にですね、血縁関係があるとか、そういうことの証明も特にせぬままですね。というかもう見るからに違うんですけどね。はい。ただその人だけはですね、いや、私は誰々さんの弟です。言い張ってですね、この度は弟がね、亡くなってしまい、みたいな、そのことをダラダラ喋るみたいな、まあ、そんな感じの動画なんですね。うん。実際問題ですね、他にはですね、その本人を語るっていうパターンもあります。はい。最近の代表的な例で言うと、まあ、ジャニーズ事務所を退所した手越優也さんですよね。はい。手越さんがですね、まあ、YouTube の方でですね、まあ、オフィシャル YouTube チャンネルを立ち上げて、その上でですね、会見をしたわけなんですけども、その背景にはですね、たくさんのですね、なりすましが増えたんですね。うん。要は、その手越優也さん、自分こそが手越優也さんですよというですね、まあ、本人を名乗るですね、YouTube チャンネルがめちゃくちゃできたわけなんですよ。はい。もう本当すごかったです。もう5個とか10個とかそういうレベルじゃないですね。うん。Twitter だったりとか、Instagram とか、なんだったら TikTok にはですね、自分は手越優也だというで、風にですね、名乗る人たちがですね、ものすごく増えたんですね。はい。またこれ、タチが悪いのは、過去の手越優也さんのですね、実際の動画とかをそこに投稿してたりするわけなんですよ。うん。ね。だからこそですね、結構騙される人もね、多かったわけなんですね。はい。で、続いてパターン2ですね。はい。まあ、これは何かっていうと、逆張りパターンですね。はい。いわゆる、例えばですけども、大きなね、殺人事件が起きて、まあ、ほんと何人も人が殺されるみたいなね、ほんと痛ましい事件が起きてですね、その事件を見た、もうほとんど、世の中のほとんどの人が、なんでこんなことが起きてしまうんだろう、こんなひどい奴が世の中にいるのか、みたいな感じですね、悲しい気持ちになるような事件ってあるじゃないですか。うん。で、そういった事件が起きた時に、その犯人のことを、その犯人は悪くないとか、その犯人は正しいみたいな、まあ、そんなですね、なかなかに最低なことをね、あえて言うっていうですね、行動する人たちですね。はい。はい。まあ、そういう風な感じでですね。まあ、大きく分けてこの2種類がね、今存在するわけなんですよ。うん。でですね、本当にこの人たちって今増えていて、しかも何がすごいかっていうとですね、本当老若男女増えていってるんですね。はい。なんとなくのイメージですけど、こういうことする人って、なんかこう、成人男性みたいなイメージありませんか？成人男性。うん。男で、まあ、大体20代、30代とかね、まあ、それくらいのイメージあると思うんですけど、今って本当違っていて、爆増しているだけあってですね、例えばですね、もう70歳くらいの老人がこれをやっていたりとか、で、僕が一番びっくりしたのはですね、16歳か17歳くらいの男子高校生がやってたんですね。うん。まあ、そのですね、YouTube チャンネルこの場で言うのもあれなんで言いませんけども、本当にいるんですよ。うん。ね、もうね、しかも顔出ししてますからね。顔出しして、16歳、17歳の男子高校生がですよ。はい。あの犯人は悪くないとか、ね。なんとかで殺人を犯したあの人は、全然いいことだとかね。殺人を犯していいんだみたいな。そんなことを YouTube でですね、語ってるわけなんですよ。うん。いや、凄まじい時代ですよね。はい。でですね、じゃあなんでこういう人たちが増えてるかっていうと、まあ、結果が出やすいからなんですね。結果が出やすい。はい。まあ、簡単に再生数が稼げる。ね。登録者数が伸びるということなんですよ。うん。もちろんですね、低評価はめちゃくちゃ多いですよ。低評価めちゃくちゃ多いですけども、結果としてですね、簡単に伸びるってことなんですね。はい。まあ、今の YouTube 業界っていうのはですね、新規参入がどんどん難しくなっていて、まあ、例えばですけど、YouTube のですね、広告がですね、乗るようになるためにはですね、登録者数1000人とですね、累計のですね、視聴時間が4000時間を超えないといけないわけなんですよ。うん。で、これね、その4000時間っていうのはですね、まあ、時間さえかければなんとかなるわけなんですけども、この登録者数1000人っていうのがね、まあ難しいんですね。はい。まあ、最近はですね、いろんな有名人の方々がですね、どんどん YouTube 業界に進出してまして、その人たちはですね、本当に一瞬で1000人なんて軽く超えますけど、僕らみたいな一般人が始めると1000人超えるだけでも本当大変なんですよね。うん。
実際問題ですね、今の YouTube 業界っていうのは、全体の YouTuber のうちですね、この収益化通ってるのはですね、約1割とされてるんですね。1割。うん。つまりその9割の YouTuber の人たちは、まあ、広告収入を稼ぐことを目指し始めるんだけども、まあ、1000人に到達しないうちに辞めちゃうっていうパターンがほとんどなんですよ。うん。それくらい大変なことなんですね。はい。だからこそ、それくらい大変なことですね、こういったね、今言ったパターン、不謹慎系 YouTuber となることによって、簡単にそのね、ハードルを飛び越えることができるわけですから、じゃあやろうっていう人が増えてくるってわけなんですよ。うん。で、まあ結局ですね、人間は僕思うんですけど、好きか嫌いかな人だって、好きだったり嫌いな人のことはですね、結局目がいっちゃうわけなんですよ。うん。まあ皆さんもですね、学生時代を思い返してみてほしいんですけど、学生時代にめちゃくちゃ好きな女子とか男子とかいたと思うんですよ。異性でね、あの人に恋してたみたいな、そういう人のことって大人になってもね、もうほんと鮮明に覚えてますよね。はい。で、それと同時にですね、覚えてるのが、やっぱ嫌いなやつって覚えてると思うんですよ。学生時代、あいつマジで最低だな、あいつマジで嫌いだったわってやついると思うんですよ。皆さんどうですか？絶対覚えてますよね。うん。逆に好きでも嫌いでもないクラスメイトってぶっちゃけもう結構忘れてると思うんですよ。うん。つまりやっぱ人間ですね、好きな人と嫌いな人のことってなかなか忘れないんですね。うん。つまりその不謹慎系 YouTuber っていうのはわざと人に嫌われるような行為をして人に嫌いになってもらうわけなんですよ。そうすることによって注目度が結局浴びることによってですね、再生数が上がるってことなんですね。うん。嫌われれば注目度が上がってその結果再生数が上がる、ここなんですよ。うん。で、実際それでですね、明確に数字が出やすいからこそ増えてるわけなんですね。あの人たちはお金儲けのためにやってるわけですから、基本的に。うん。結果がですね、出なかったら辞めるに決まってるわけですから、こんだけ爆増してるということは、やはり結果が出やすいっていうですね、ことがあるんですね。はい。じゃあですね、ここからさらに大事な話なんですけども、そういうふうにですね、爆増したね、背景にはですね、実はある黒幕が存在してると言われてるんですね。はい。これ何かというと、情報商材屋なんですよ。情報商材屋。はい。まあ、情報商材屋といえばですね、いわゆるそのネットとともにですよ、本当にめちゃくちゃ増えてきた。まあ、詐欺師って言い切るのもあれですけども、まあ、限りなくですね、詐欺に近い連中なんですけども、うん。まあ、要はですね、ネットとかを使ってですね、いいですか皆さんと、このままでいいんですかと、このまま普通にサラリーマンやってて人生楽しいですかと、ね、フリーランスになりませんか、もしくは副業で稼ぎてみたくなりませんか、じゃあ稼ぐ方法を私が教えてあげますよ、いいですか、このね、情報商材を買ってください、この中に稼ぐためのノウハウが全部詰まってますよ、みたいなね。うん。まあそういった人たちのわけなんですよ。はい。まあ皆さんもですね、YouTube とか最近見てればわかると思うんですけど、そういったですね、まあ自己啓発的な動画をね、投稿してる YouTuber の人たちがですね、そういうふうに情報商材だったり、情報商材だったりとか、オンラインサロンにですね、そこから導いて金を稼ぐってパターンいくらでもあるわけなんですね。うん。まあほんと情報商材っていうのはね、ずーっとあるわけですが、某トップ YouTuber の方もですね、結構いかがわしいね、情報商材を昔やってたみたいなね、噂もありますからね。まあ噂っていうか事実なんですけども。はい。まあそういうふうにですね、情報商材っていうのはですね、やはりですね、その儲けやすいコンテンツなわけなんですよ。うん。だからこそね、なんだかんだ言ってこんだけね、怪しいもの誰かだらけだと 99% は詐欺だとかね、もうほんといろいろ言われてますけど、結局廃れてませんからね。はい。やっぱり買う人がいるわけなんですよ。だから今回のね、まさに件っていうのも、その情報商材屋が暗躍していると言われてるんですね。はい。つまりこんな感じでしょうね、きっとね。皆さん仕事以外にも副業で稼ぎたくありませんか？副業だったら今 YouTube がいいですよ。でも YouTube でね、1000人突破するの大変ですよね。大丈夫です。このノウハウの通り、この通り、このね、ノウハウを僕はね、教えますと。この通りの動画を投稿すれば、あなたはすぐさまね、広告収入が稼げるようになりますよ。どうですか？じゃあ、わかりました。じゃあ、このね、一個のですね、この教えるノウハウをですね、ワンセット、まあ、10万円で買いませんか？とかね。うん。まあ、そんな感じでですね、そのね、ノウハウを教えて情報商材として、うん。で、それでお金を稼ぐって人がいるわけなんですね。はい。で、実際問題、だからこそですね、これだけですね、いわゆるその不謹慎系 YouTuber が増えたとされてるわけですね。うん。いいですかと、皆さん、こういうふうに人を怒らせるような動画を投稿してください。大丈夫、大丈夫。編集能力もいりません。こんな感じの動画を作ればいいんですよ、とかね。はい。まあ、そんな感じでやってる人がいるらしいんですね。はい。まあ、だからこそ増えてしまったと。はい。まあ、なかなか本当ね、もう何度も悲しくなるというか、呆れてしまうというか、そんな感じ、ね。ね、そんな事件と言いますかね。うん。そんな感じがしますよね。はい。で、ちなみにですね、ちょっと最後に話しておきたいのが、じゃあそんなですね、まあ、この黒幕ですね、の人たちは今後どうなっていくかって話なんですけども、はっきり言って僕は廃れないと思います。というのはなんでかっていうとですね、やはりですね、これだけ不謹慎系 YouTuber ということが一般化されてくると、近い将来ですね、やっぱり芸能事務所の人だったりとか、そういう人たちが、そこをですね、がっつりとですね、まあ言ってみたらですね、片っ端から訴えるとかしてですね、最終的にですね、こういった人たちはですね、やっぱ廃れると思うんですよ。いつまでもね、この方法で稼ぎ続けれるってことはさすがにないと思うんですね。はい。ただですよ、
ただ結局これいたちごっこみたいなもんで、このですね、方法論が通用したくなったら、絶対新たなですね、もうこれってダメだろうみたいなね、こんなんギリギリアウトだろう、グレーゾーンだろうみたいな、そんな感じのですね、新たな方法が絶対出てくるんですよ。うん。てか、いつの世もそうなんですよね。はい。何かしらのですね、簡単に稼げるみたいな、いや、これ人としてダメだろうみたいな方法がですね、まあめちゃくちゃね、流行って、それがですね、どっかのタイミングで人目にね、ついてですね、どんどんですね、まあ言ってみたらですね、収束しててなくなったとしたら、次の新しいやつが出てきて、みたいなね、もうこれがずっとぐるぐるね、続くわけですよ。で、その度にですね、いわゆるですね、その情報商材や今回でいうとこの黒幕の人間っていうのは、ね、あの方法はもうダメになっちゃいましたけど、実は新しい方法があるんですよ。今の時代はこれですよ。今こっちの時代、今のね、あの方法はダメになっちゃいますけど、こっちの方法だったらね、今でも稼げますよ。皆さんどうですか？じゃあわかりました。このノウハウを皆さんに売りますよ、みたいな感じで、そいつらはですね、その方法を使ってですね、ずっと稼ぎ続けるってわけなんですね。はい。まあ、だからこそですね、僕の予想ですけども、今回の不謹慎系 YouTuber っていうのは、近いうち、もう数年以内にはなくなると思ってます。ただ、その頃にはまた新しい何かができている。これはもうまた間違いないという話ですね。はい。というわけで、ね、今日はこの辺で終わります。この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとコメントもあったらお願いします。どうもありがとうございました。